関根雲蛛亭は幕末から明治にかけての博物画家。本名は栄吉。雲蛛亭の生涯については田中義雄が博物雑誌第1号に雲蛛亭、王将殿として記している。それによると、関根雲蛛亭通称は江戸四谷に生まれ、幼い頃から体質が巨弱で絵を好み、王を買うんぽうに弟子入りして絵を学び、花鳥図を得意とするようになる。 大名旗本は争って雲邸に絵を頼み、特に、富山藩、前田利安はその絵を称賛した、描かれたものは、画記が多く、本蔵家にも徴用された、外国人に寄贈するために絵を描くこともあった。質素な身なりを気にせず、身分の高い人の前でも平然として動じず、一方で慎み深く倹約家で、少量の酒をたしなみ、弟子を取らず、妻も目取ることもなかった。 病に不死、亡くなる、数日前にも病状が軽くなった合間にも、花鳥画を描きその障害を閉じたと紹介している。服部節リ中島行さんらと共に活躍した、雲亭の作品は、対象となる動植物を博物画の使命である、新内市の枠を超える、芸術的な表現力によって描かれている。雲亭の筆による、本草書は、市運法との共作。 草木金要集や草木金神矢巳などがある。その後、山金交代で江戸に集まった大名や旗本などによる博物学研究グループ赤む会の絵師として活躍した。雲亭の博物画は、博物館重譜、博物館漁譜、博物館金譜、博物館虫譜などとして田中義雄の監修によって東京国立博物館に収蔵されている。しかし、 虫詩に見られるように原画が切り張りされている。植物学者、牧野富太郎は、イギリスのボタニカルアートの第一人者として、WH フィツチを称賛しているが、雲庭を東洋のフィツチとして敬意を払い、その植物画を収集し切り張りされることなく、高知県立牧野植物園に収蔵されている。ありがとうございます。